何？母さん心配だわ。ソータが共同生活なんて。ルームシェアなって。同じでしょ。ちゃんと迷惑かけないようにするのよ。まあ、分かってるって。うん。梢もあんたも。え？姉ちゃんどうかしたの？それがね、どうしたもこうしたもないのよ。母さんも諦めちゃって。あ、ごめん。また今度。ちょっ。あ、おし。これで最後。うん。あれ、電話良かったのか？え？電話。おお。いや、母さんうるさくてさ。俺らの同棲に？あ、ちょ。ルームシェアだって。え？同棲記念。え？欲しがってたろ。どこで見つけてきたの？超嬉しい。コーヒー入れるよ。うん、ダメ。飲んで。ちゃんと片付けてからにしよう。ね。美味しい豆買って、ミル買って。わかった。楽しみにしとく。なんだよなんだよなんで俺と付き合うと思ったの？何急に。いいじゃん。なんで？顔？なんだよそれ。冗談だよ冗談。な、な、わかったよ。うん。いや、なんも。悪かったってな、な、な、なんなんだよもう。ソフトクリーム。なんだよもう。ちょっと待って。おい。おい。おい。ちょっと待って。
そう。お隣さん？あとでいいよ。流すぞ。うん。よし。はい。姉ちゃん？そうだ。え？シャキシャキ。よいしょ。かぼちゃ、かぼちゃ、かぼちゃ。卵ちゃん、卵ちゃん。でさ、母さん切れてさ、家に居づらいって言うの？お見合いして。結納までしてやっぱり結婚やめましたってそれ綺麗に決まってんだろ。てかさ、引っ越しとかルームシェアとか連絡してよ。ここ探すの超大変だったんだよ。なんでやめたの？ん？結婚。なんとなく。なんとなく。は？なに？うん、残ってんじゃねえかよ。自分で漏れよ。なんだよ。いや、なんか似てるなって。似てないでしょ。落ち着くまでここいていいですよ。え？片付け手伝ってください。堂本です。よろしく。小杉です。よろしく。なんで OK したのさ。甘えさせてやれよ。え？どうしようもなくて頼ってきたんだろ。でもさ、冷てえな。せっかく同棲始めたのに。ルームシェアだろ。だよ。ただいま。ただいま。ただいま。おかえり。あ、いや、これソータの？え？ああ、俺のです。エルが好きなんですか？ああ、この曲しか知らないんだけどさ。愛の挨拶？あ、知らない？あ、聞く？かけないで！え？あ、ほら。まださ、片付け途中だしさ。ね、うわっ！何よ。いや、あ、
あの、こっちだって。なーに見して見して。ちゃっ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 ちょっと出てくるね。あぶねえ。ねえ、これさ、どもさん？何？え？いや、これさ。あ、ん？コーヒー豆忘れた。え？すいません。もう忘れてください。ごめんなさい。どこまで行ったんだよ。何やってんだよ。もうこんな時間だ。腹減ったな。帰ろうぜ。コーヒー豆は？あれ、また今度な。笑った。ちょっとくすぐってみて。あ、すぐってみて。あ、笑った。
ってる。いいよいいよいいよ。いいね。あれ乗ろうよ。ねえ、ほら乗ろう乗ろう乗ろう。やだよ。ちょっといいじゃん。なんで兄弟で一緒に乗らなきゃいけないんだよ。姉ちゃんで一緒に乗ろう。やだ。じゃあ俺乗る。あ、やったー。行こう行こう。なんでドームさんが一緒に乗るんだよ。男二人で乗んのか。ねえ、二人はさ、どこで知り合ったの？あ、オーケストラのサークル。ソータがトランペットで、俺が指揮。へえ、トランペットやってんだ。知らなかったんだ。うん、私大学からずっと一人暮らししてたし。いつから始めたの？ごちそうさま。どこ行くんだよ。コンビニ。なんかごめんね、私のせいだよね。探してこよう。じゃーん。ガガガガガイ。じゃーん。うわ、すんご。え、めっちゃ広いじゃんこれ。まもなく、まもなく僕たちの荷物が届きます。はい、今日から夢のルームシェアが始まります。何何じゃない、何何それはビデオに残したら恥ずかし、恥ずかしいって、ね。同棲記念。え？欲しがってたろ。どこで見つけてきたの？超嬉しい。
なんで俺と付き合おうと思ったの？何急に。いいじゃん。ん？なんで？コンビニ、反対側だぞ。どうしたんだよ。別に。なんかあんなら言えよ。別に。俺ら一緒に暮らしてんだぞ。だから？ずっと別にっていうのか。小勢がいいのが気に入らないのか。なあ、うっせえな。なんだよ小勢って。なんで呼び捨てなんだよ。駅前行くけど、一緒に行くか。もしもし？え？
母さんか。うん、来てるよ姉ちゃん。あ、出かけてる。もう自分で電話しなよ。え、保険証？あ、ちょっと待ってて。この辺のはずなんだけど。あ、何かの間違いだろ。離してください。な、やめなさい、みっともな。もういいじゃない。母さんには関係ないだろ。小杖。軽く行くか。嘘でしょ。でもこれずいぶん前なんじゃないの？女っていいよな。外歩くとき手つないだりとか、乗り物一緒に乗ったりとか。そういうの普通にできんだよ姉ちゃん。堂本さんとちゃんと話したら。こんなの話したってしょうがないだろ。似てんだって俺と姉ちゃん。え？女もいけんだったらさ、もう姉ちゃんの方がよくない？なんか贅沢。え？私、そうちゃんがゲイだって知ったとき、私には 1% も可能性がないんだって思った。女である限りそうちゃんと結ばれることはないんだって。わかる？まあ私も手つなげない気持ちとかわかんないけど、好きな者同士で一緒に暮らしてんのにバカみたい。バカみたいだよ。帰んの？ごめん、約束してんの彼と。
おお、びっくりした。だよ、電気ぐらいつけろよ。あ、ちょっと手伝って。そうだ、ちょ、そうだ、なんで姉ちゃんと抱き合ってんだよ。え、何やきもち。姉ちゃんはソウタのこと好きよ。おい、何なんだよ。もういい加減にしろよ。そうだ、姉ちゃん外で手つなげんだろ。乗り物だって乗れんだろ。結婚だって子供だって産むことできんだろ。おい、いっぱい持ってんじゃんか。なんで堂本さん取ってくんだよ。ごめん、ごめんね。そういうつもりじゃなかったんだけど。そうだ、触んなよ。大丈夫だから。姉ちゃん。ずっと気になってた。気づくと目で追ってて、最低だと思った。俺はかなちゃんと付き合ってるのに。なのに
なのに男が気になってる自分が怖かった。随分目が合うなって思ってた。彼女がいるのは知ってたし、危ない橋は渡れない。でも本当はずっとこうなりたかった。姉ちゃんに謝んなきゃな。ああ。俺らのことバレたよな。バカみたいにくだらないやきもちなんか焼いて、家族の縁とか切られんのかな。俺、小勢のこと好きだよ。え？行儀悪いし、めんどくせえけど、ソータのこと、本当に大切に思ってる。え？俺から言うのは違うって思ってたけど。小勢さん！何かの間違いだろ！な！離してください！やめなさい、みっともない。もういいじゃない。母さんには関係ないだろ。小勢、誰だよ、こいつ。ずうずうしい。ほら見なさい、所詮こういう女なのよ。男を捕まえるのばっかりうまくて。あんたら何言ってる。おい、おい、何言ってんだよ。このクソ女、子供も産めなくてね。よ、え、なんだよ、知らなかったのかよ。結納金早めに返してちょうだいね。そちらのお母様には私から連絡しますから。いいえ、母には私から話します。わかりました。ほら帰るわよ。
不良品。ブライダルチェックでね、分かったの、不妊症だって。お母さん結婚が決まった時すごく喜んでくれて、言えなくて逃げてきちゃった。治療とかあんだろ。結婚する前に分かってよかったって言われた。まあ私も結婚する前に分かってよかった。あんな人たちだって。でもさ、不良品はないよね。なんだよそれ。何なんだよそいつ。姉ちゃん、小杖のこと作戦立てるぞ。え、やるか。うん。見てろよ。行こうぜ。ちょっと早く。ねえ、何やってる。ほらほらほら。今日は晴れてよかったですね。ところでゆりさん、ご趣味は？読書です。そう、読書が趣味なの？休みの日はそればかりで。どういったものをお読みになるんですか？主に恋愛もの。まあ、恋愛もの？いつも家にいるんですよ。たまにはパーッと遊びに行ってほしいんですけどね。そういえばそのゆりさん、ブライダルチェックはお済み？え？あら、やだ、そういう意味じゃないのよ。チェックされてる方も多いみたいだからね。うん。あの、そちらが希望ならそれは。あら、よかった。じゃあ、近いうちに。なんだよ、なんで俺がいるのにもみ合いなんかしてんだよ。え、なんなのこれは。ユリ、どういうこと。ちゃんと説明しなさい。
のことを捨てないでよ。もうやめて、お腹痛いもん。すごい、誰が考えたの？俺。え？本当はね、うん、ドモさんの知り合いいっぱい呼ぼうかって言ってたんだよね。知り合い？オカマの知り合い。え？山ほどいるからさ、大勢呼んで私のこと捨てる気ってしようかなって。もう何それ、やめて。姉ちゃん、ん？ごめんね。俺すごいひどいこと言っちゃった。うん、私の方こそごめんね。いろいろありがとう。頑張ってお母さんに報告するよ。うん、お世話になりました。姉ちゃん、ん？あのさ、俺、いや、その頑張れ弟。なんだよ。おぜ、ありがとう。お前も頑張れよ。うん、ありがとう。姉ちゃん、俺子供は産めないけど、姉ちゃんはまだ可能性あるんだろ。可能性あるのに諦めんの贅沢だって俺の友達が言ってた。だから諦めるなよ。当然。ソータのことよろしくね。幸せになれよ。二度目だな。え？しっかりしろよ、もう。めんどくせえな。
もう優しいな、どうもとくんは。はは？分かったよ。あんた、合格。ソータをよろしくね。え？なんでもねえよ。何の CD あげたの？愛の挨拶。結婚式でかけたかったんだってさ。どんなだっけ？この曲はエルガが妻のアリスに送った曲。家柄の違いで周囲から反対されて、障害を乗り越えて結ばれた夫婦だったんだ。障害？梢もそういう風になりたかったんじゃないかな。俺らなれるかな。なろうぜ。昨夜のうちに用意しないんだよ。よし。あ、もう時間がない。ああ。ほら。行ってきます。その手はまた離れて
また来てね。またね。ありがとうございました。これで今日はこの最後。足りない。足りないって。いつもそうやって飲み続けるから大変なことになるんじゃん。何言ってんだよ、もうこれで終わり。やだ、なんか持ってきてよ、違うやつ。だからもう冷えてるやつないんだって。やだよ、もう終わりたくない。すいません、もう終わりなんですけど。やだ。終わり、またな。だってお酒残ってるじゃん。だからこれは、すいません。ちょっと話してよ。あんた何様？売れてから言いなさいよ、この貧乏ホスト。頭きた。今日は絶対帰んないから。ねえ、おかわり、おかわり、おかわり。違うお酒飲みたいんだって。ね、おかわりしようよ。
わかった。もう少しな。早く済ませようぜ。何それ、いくら使ったと思ってんの。ごめん。私のこと好き？あ、ちゃんと好きって言って。好きだよ。もう一回。好きだよ。好きだよ。他の女としないでよ。私のだから、私のだから、私の、私の。おい、飯食い行こうぜ。やったんすか？あ？あの女と。やったよ。どうした？すいません。
ずっと好きだったんです。気持ち悪いっすよね。やっべ、また遅刻だ。